ガエル・カクタは、フランス・リール出身のサッカー選手。コンゴ民主共和国代表。RC ランス所属。ポジションはミッドフィールダー。祖父が、日本人の日系フランス人3世とされる。フランスのメッシの異名を持つ。サッカー選手である、コンゴ人の叔父の影響でサッカーを始める。RC ランスの下部チームに所属していたが、国際大会での活躍により注目され、2007年にチェルシー FC の下部チームへ移籍した。2009年11月21日のウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦にて、ニコラ・アネルカとの交代という形で、プレミアリーグデビューを飾った。2009年12月8日のチェルシー対アポエル戦で、UEFA チャンピオンズリーグ初出場も果たした。18歳5ヶ月での CL デビューは、当時のチェルシー FC クラブ最年少出場記録となった。将来を期待され2009年に、チェルシーに加入したもののチームに定着できず、フラム、ボルトン、ディジョン、フィテッセ、ラツィオ、ラージョ・バジェカーノへレンタル移籍を経験。その後、2015から16シーズンよりセビージャに完全移籍を果たした。だがセビージャでもコパデルレイで3試合1ゴール1、アシスト、リーガエスパニョーラで48分間の出場にとどまった。2016年2月5日、移籍金500万ユーロで中国サッカースーパーリーグの河北か夏幸福に完全移籍することで合意に達したとクラブ、公式サイトで発表した。2017年1月17日、デポルティボ・ラ・コルーニャへ、シーズン終了までのレンタルで加入した。2018年7月14日、ラージョ・バジェカーノに移籍した。2006年、U-16 フランス代表に選ばれる。アイルランドとの親善試合となったデビュー戦ではいきなり、初ゴールを決め、その後もユースでは代表の主力として招集され、続けている。2009年9月に行われた、仙台カップ国際ユースサッカー大会に、U-18 フランス代表の一員として、出場し、優秀選手賞に選ばれた。ランスからチェルシーへの移籍に関して不正があったとして、ランスは FIFA に提訴した。2009年9月、FIFA の調停期間は、各他の4ヶ月の試合出場停止と78万ユーロの罰金の支払い、チェルシーには1年間の新規選手獲得禁止と罰金の支払いを命じる決定を行った。これに対してチェルシーは移籍は適切な方法で行われたとしてスポーツ仲裁裁判所に訴えた。2010年2月にランスと角田との間には実際には有効な契約を持っておらず移籍は適切な方法で行われていたとし、スポーツ仲裁裁判所は、チェルシーの訴えを支持し、新選手獲得禁止処分、各他の出場停止処分、罰金処分を解除した。スポーツ仲裁裁判所は、新たな証拠を踏まえた結果、FIFA の調停機関が、チェルシー FC と選手に対して課した、制裁措置は解除されなければならない。チェルシー FC、RC ランス。フランス人選手ガエル・カクタによって達した合意に批准し、FIFA も関与したこの仲裁手続きを終了させると声明を発表した。ありがとうございます。